よいしょ、前田大きに不動産です。今日紹介するのは裏表がある家やで。裏表？どういうことや。表と裏に玄関があるねん。こんな感じ。なるほど、なんか二世帯住宅みたいやな。せやな、でも賃貸やねん。中型犬も猫も飼えるんやで。賃貸で中型犬飼えるのは珍しいな。はじめに表側から紹介していくで。今年できたばかりの新築物件、グレーのスタイリッシュな外観やで。周りは昔ながらな家やから一つだけ浮いとるな。せやねん、閑静な住宅街っていうのもポイントや。ほんなら中見てくで。わお、おしゃれ。この階段チャーリーブラウンの服みたいやな。ほんまやな、チャーリーブラウン階段や。てか土間広ない？そんなことないねんで、めっちゃ普通サイズや。ほら玄関はこんな感じやで。ほんまや、アーチ型の素敵な土間やな。ほんならさっきの石の床は何やったんや。あれはね、リビングなんよ。シューズボックスも大容量やで。二人分の靴も余裕で入りそうやな。ここに鍵とか置いとけるスペースあんで。ほんならリビング紹介してくで。リビングは11畳あんで。石の床の上にエアコン。石の床は椅子や家具を引きずっても傷がつきにくく、へこみません。また石は大自然が育んだものなので、ナチュラルでインテリア性が高いのも魅力の一つではないでしょうか。以上、石の床のおすすめポイントでした。長い話してる間にトイレまでたどり着いてたわ。窓とオシュレット付きのトイレやで。壁カクカクやな。お次はキッチン紹介してく。調理スペース広めや。コンロは IH が2口、収納もたっぷり。ほんまや、たっぷりや。鍋も食器もしまえんな。キッチンのすぐ横のこの扉は水回りスペースやね。裏に収納ある三面鏡の洗面台や。下にもちゃんと収納あんで。入浴剤とかしまおうかな。洗面台の後ろには洗濯機置き場あんで。入ってきた扉の正面には浴室やね。余裕で足伸ばせるバスタブには追い炊き機能付き。窓もあって換気だってできちゃうな。リビングに戻って2階紹介してくで。あ、ここの収納紹介するの忘れてた。キッチンの後ろには床下収納あるねん。漬物漬けとけるな。発酵させたい人には持ってこいやな。キッチンからの眺めはこんな感じやで。すりガラスから光が差し込んでるな。ほんならチャーリーブラウン階段登って2階行くで。お、洋室登場やな。ここは 6.8 畳の洋室やで。階段の上にエアコンある、不思議。クローゼット収納もバッチリ。2人で暮らすとなると足りるかな。そやな、そこは工夫して収納しよう。そうしよう。ほんなら次は東向きのバルコニー紹介してくで。洗濯物はここで乾かそう。物干せるくらいのスペース確保は助かる。そういえばここで一つ不思議なことを発見したぞ。なんやなんや。はじめ外観紹介した時、3階建てとちゃうかったけ。おお、よく覚えてたな。でも裏表ってことも覚えてたかな。は、忘れてた。って、おいおい、そんなに急いでどこ行くんだい。裏に回ってるんやで。到着。裏面はまた一味違う。せやね、表はグレーの外観やったけど、裏はネイビーになってるね。ご近所さんたちは裏表、別々の家だと思うよな。え、まず階段。裏面はね、1階は玄関のみやね。なるほど、だから階段か。ほんなら玄関から紹介してくで。3枚扉のシューズボックス、上には鍵とか置いとけちゃうスペースある。表面より収納少なめ。履きたい靴だけやと十分やろ。そやな、ミニマリストさんには十分やと思う。よし、ほんなら2階上がってこう。廊下登場してきたで。2枚扉があるな。手前の扉から紹介してくで。ここは水回りスペース。表面より広々した脱衣所なってんで。
収納、設備とかはさっきと同じやな。そうやねん。浴室も扉だけちゃうねんけど中の設備は同じやで。窓付きってのも変わらんねん。ほんまや、同じや。ほんなら奥の扉行こうか。お風呂の横ということはトイレやな。窓付き、ウォシュレット付きのトイレやで。それも表面と変わらずやな。せやで。お、また階段登場やな。3階のリビング紹介してくで。まずはキッチン。ここも表面とは変わらない設備と収納やで。設備と収納はほんまに裏表同じや。次は12畳のリビング行くで。おしゃれな間仕切りやな。光が差し込まれるようになってんで。間仕切られたここは寝室になるんかな。端にベッドを置けばええ感じの寝室なりそうやな。クローゼット収納もあんで。おお、たくさんしまえ方やな。裏面も東向きのバルコニー。ここも物干せるスペース確保されとる。ちゃんと太陽さんも照ってるわ。せやから外干ししてこう。こっちから見た部屋はこんな感じやで。裏面の部屋は木の温かみを感じれるわ。あーほんま、ええ部屋やったわ。石の床や木目調の温かみ、自然を感じられる家やったわ。裏表の家の詳細は概要欄に載せてるからよかったら見てや。この部屋がええなぁ思ったら高評価とチャンネル登録もしてってね。最後まで見てくれてほんま大きに。